おはようございます。バイリンガル YouTuber の高野文夫です。今日は4月は28日火曜日、高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今日も昨日に続いて英語をテーマにいたします。昨日はですね、日本人が英語を喋れる人が少ないのは、よその国に比べてですね、少ないのは、やれ単語がどうの、やれグラマーが間違ってるのという、そういうところにばっか気を使って、綺麗なクイーンズイングリッシュ、キングスイングリッシュを喋ろうと思ってるから、それが引っかかって喋れない。イギリスのですね、クイーンズイングリッシュ喋ってる人なんて世界70億の中の3億だけ。本当にマイナーなんですよ、クイーンズイングリッシュなんてのは。マイナー、ウーパールーパーみたいなもんですよ。ウーパールーパーなんて世界に何十匹ぐらいしかいない。本当のクイーンズイングリッシュなんてのはウーパールーパーランゲージなんですよ。日本人は日本語英語を喋ればいいんです。私はですね、アジアパシフィックリージョナルダイレクターやアフリカ地区も入れてですね、最後はアジアパシ、日本アジアパシフィックアフリカ地区リージョナルダイレクターという仕事をしてですね、アジアの各国、イギリス、アメリカ、ドイツ、そこら中の国に行ってですね、まあ50億から100億のビジネスを締結させました。このジャパニーズイングリッシュです。私はですね、英語使いとしてですね、稼いできました。会社のですね、部長とか事業部長とか、そのダイレクターやりましたけれども、単語とかですね、グラマーなんてのは考えないで、もう思いつき英語で通してきました。そして特にですね、今日はですね、発音についてお話ししたいと思います。皆さんは学校時代にですね、ライオンの L とラジオの R の違いとかですね、走ってくるバスと、浸かるバス、お風呂の TH の違いと S の違いなんかを随分うるさく言われたと思います。そんなことは考える必要ない。結論を申します。発音なんて忘れちまいってことです。皆さん、私はですね、タイの人とかインドの人と随分渡り合いました。タイの人、インドの人の英語なんてひどいですよ。そもそも R と L の違い、バスの S とお風呂の TH、こんなことは考えてません。何にしろ機関銃のように撃ちまくってきます。うわー、その機関銃のように撃ちまくってくる中を対峙しなければならないんですから、日本人は日本語英語を喋りなさいと。いや、グラマーだとかですね、発音、一旦そんなものは売っちゃって日本語英語で勝負しなさい。そうすればですね、自然に素晴らしい発音になってきますから、フルエントになってきますから。フルエントになればですね、ラジオの R、 ライオンの L、 走ってくるバス、浸かる風呂、バス、その TH の違いなんて自然にできるようになります。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。